多分 YouTube やってると、はい、YouTube 見てますっていうふうに言われることが相当多いと思う。はい、そうです。こういろんなチャンネルの中で、特にビジネス系だったら、YouTube 一択みたいになっちゃってるなと思うんです。はい。結構動画に強い人が企業の中にいなきゃいけなくなって、その世界線が今後来るのかなっていう気がします。ビジネスオタクチャンネル、本日は CR25 編集長、小田部さん来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。で僕結構もう YouTube 深夜 R25、はいはい、ひたすらあの拝見させていただいて嬉しいです。おりまして、はい、結構ゲストの方々が、はい、本当話聞きたいっていうような、例えば北の達人の木下さんであったりとか、はいはいはい、あと西村さんであったりとか、はいはい、なんか本当旬で今この人の話聞きたいっていうタイミングで、あの面白いあののが出てくるんで。なるほど。じゃあ吉岡さんの好みのその人選ができてるってことですね。あ、そうですね。あのインプラントの、はい、交通広告、はい、あのひたすら出されてる方いる。キヌタ、あ、はい、それシェアしてくれてましたね。はい、あれ面白かったですよね、はい。僕も確かに気になって。面白かったですよ。まして、はい。ちゃんとマーケを考えてやられてるっていうね。あれが一番費用対効果。そう感じで看板をね、はい、出しまくってねっていう、なんかもう絶妙な企画でいつも面白い、はい、いや良かった、そこは多分考え方が合ってるのかもしれないですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、で今ですね新 R25 もう35万チャンネル登録突破されておりまして、うん、なんかこう YouTube の中の、まあ、ビジネスメディアというかビジネスバラエティみたいな形で、はいはいはい、ちょっと新たなポジションを確立されてる渡辺さんに今日はね掘り葉掘り勉強させていただきたいなと思います。じゃあ渡辺さん、改めて最初になんかご自身のキャリア含む自己紹介よろしくお願いいたします。はい、オーナーとなってもあれなんで、はい、簡単に言うと、はい、僕はサイバーエージェント一番長くて、はい、あのサイバーエージェントの今子会社のキャムっていう会社で、あの CR25 の運営をしてるんですけど、はい、まあ、サイバーエージェントにもう10年以上いまして、はい、で、まあ、その前にベンチャー数社いて、まあ、そこではその営業やったりとか、あとはウェブディレクターやったりとかしている過程で、はい、サイバーエージェントに初め社長室に入って、はい、その時はあのコンテンツ作りっていうよりはUI UX のディレクターをやってた。あ、UI UX のディレクターやってた。そこやってて、まあ、当時あのアメーバがなんかスマホのサービスをとんでもない量作ってた時あったんですよ。はいはい、アメーバスマホ。藤田さんが大号令を出して、あの広告部門から人をガバッと移動させて、そうみたいな時。あの時に入って転職してきて、はい、で僕まあそっちを少し発信をしていたので、はい、その役割で入って。で富士さんがこう大量のサービスを結構自分でチェック、はい、細かくしていたところに、か朝から晩までずっとなんかプロダクトやってた、壁打ちミーティングをしてたんです。そこでひっついて一緒にいたんですよ、はい、でやってたんですけど、でそこから、当時あのキュレーションメディア全盛期で、はい、キュレーションメディア立ち上げやって、はい、でキュレーションメディアブームがこう、まあ、終わった流れぐらいで、はい、そのメディア と、あと、まあ、R25 の事業譲渡の話がリクルートからあって、はいはい、でそこで、その R25 ブランドを使ってメディア作るっていう形にこうシフトチェンジして、でメディアを立ち上げて、まあ、6周年新 R25 を立ち上げて6周年という形で、まあ、そこは立ち上げからずっとやってるという形のキャリアです、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、で新 R25 の一応ビジネスモデルというか、はい、まあ、事業内容もお伺いしてもいいですか。はい、はい、事業としてはあの結構オーソドックスなんですけど、まあ、広告モデルで、はい、まあ、成長してきてまして、はい、あんまり中の細かい数値は非公開にしてるんだけど、はい、おそらくそのメディア規模と収益っていうのを比較するとだいぶその効率よく、うん、あのマネタイズできてるのかなって自分たちでは思ってるんですけど、はい、あの広告、まあ、記事動画で結構その中実は広告 その商品のバリエーションが豊富でして、もともとは記事タイアップみたいなところからやってて、はい、で今はその動画中心になってるんですね、はい、で動画でもいろんな商品があって、はい、そのいわゆるYouTube チャンネルでこうタイアップしてっていうものもあれば、そこから結構特典の資金を切り出して、はい、広告配信して、いくような形の結構短尺の動画の広告商品もあったりとか、はい、であとは最近だったと我々結構その高価なあのタイアップのこう結構広告なんですよ、はいはい、結構300万円からとかっていう形で、はい、最近もあのひろゆきさんのあのやつのなんか回線のやつとか ありましたよね。あと光回線、ね、はい、あと リアルゴールドとか、はいはい、そうそう僕もひたすら見てるんですけどもあのなんかあこういう風な感じでやるんだっていうところもすごいいいな、はいはいはい、そうだから我々多分本当にこう普通のコンテンツ、はい、あのちゃんと視聴者の皆さんに楽しんでもらえるようなコンテンツと広告をこう両立させるような感じでやってきた、はい、やってきたんですけど、はい、まあ、やっぱ300万円ぐらいからの費用感にはなってたので、はい、そこをまた最近グーッとこう費用とか工数を抑えて金額も抑えたような、はい、広告商品っていうのも最近できまして、はい、それも10万円からなんですけど、はい、まあ、そういう商品もまあ、できて結構企業さんの発信活動とか PR 活動を、まあ、幅広い動画記事からの形でこうサポートするような商品を揃えて、まあ、それでマネタイズしてるっていう形ですね。はい、ありがとうございます、はいはい、
で、先ほど言ってた、もともと、リクルートさんの、はい、R25 からの、はい、まあ、新 R25 が生まれ、で、渡辺さんが編集長に就任されたってことなので、はい、なんかそこの誕生の経緯みたいなことをお伺いしたいんですか。吉岡さん、年齢おいつですか。86年生まれなんで、37です。はい、37。僕40になったんですけど、はい、我々多分 R25 って、そのフリーペーパーの時、はい、あ、知ってますよね。はい、見てます。はい、で、まあ、あれが多分、R25 の全盛期って、はい、まあ、すごい、こう、社会現象的になってたんですけど、はい、その、スマホが出てきて、まあ、授業うまくいかなくなっちゃったんですよ。はい、まあ、駅で、そのフリーペーパー見るっていう文化がスマホに取って変わられて、うん、そうすると、独自の媒体とかチャンネル、まあ、当時のチャンネルっていうのは駅に置いてあるラックだったわけで、はいはい、で、そこからみんなスマホで情報を取得するようになっちゃったじゃないですか。はい、で、その時に、そうするともう全然違う戦いになっちゃって、で、そこで、はい、ウェブのメディアっていうところでうまくいかなくなってしまい、はい、で、それを、まあ、サイバーエージェントグループが、まあ、事業譲渡を受けて、まあ、ウェブのメディアとして再出発させるっていうところで、まあ、僕は初めやっぱソーシャル、はい、SNS、特に、まあ、旧ツイッターを中心にそのマーケティングしていくっていうところに結構目をつけて、そこで立ち上げ直して、ちょっと初めうまくいって、はい、そこから今動画の方に軸足を移してるっていう形なんですけど、まあ、初めは、だからウェブのメディアで R25 ブランドをこう復活させるっていう命題で、こう始めたっていうですね、はい、でその中で編集長ってむちゃくちゃ大切の中で、はい、渡辺さんのこう白羽の矢がこう立ったみたいなのは どんな感じでこう編集長いやなんでしょうね、まあ、僕その前でキュレーションメディアっていうのをやってて、はい、で当時はそれ本当は SNS マーケーが強いメディアだったじゃないですか、はい、でただ僕はそこで そのうまくいったものと失敗で言うとキュレーションメディアは、まあ、その SNS を中心としたいわゆるその、まあ、マーケティングとかコンテンツの流通は強かったんですよ、はい、ただいわゆるそのブランドが作れなかったんですよ、はい、魅力的なブランド、はい、まあ、当時のキュレーションメディアって乱立はしていて、はい、まあ、すごいコンテンツはバズってるんだけど、まあ、どこのメディアがすごいユーザーに信頼されてるかとか影響力があるかって言われると、うん、なんかそれはなかったんですよ、ね、確かにマーケ規定っていうのは強かったんですよ、はい、なんかメディアっていうよりはそのキーワードで上に上がってるみたいな、あ、そうです、そんな感じでした、そうです、はい、SEO でやるかもしくは SNS でもうバズらせるっていう形で、はいはい、メディアのブランドが作れなかったんですよね、で R25 っていうブランドはすごい魅力的で、はい、じゃあそういったものを譲り受けながらそのブランドがある形で、うん、でもその SNS 上でのインパクトとかも両立させるようなメディアを作りたいっていうのがあって、はい、まあ、僕がそれをこうやれるチャレンジを、うん、まあ、もらったっていう感じだったんですよね、うん、ネーミングも新 R25 っていう名前もむちゃくちゃキュンとするというかなんかこう、そのまま使うことなくただ新しいよ、そうです、そうです、新ウルトラマンみたいな感じがいいなと、ちょっとダサいっていうのがそのいい感じにダサいっていうのがポイントだったと思うんですよ、はい、なんかそう、ね、そう、初めなんか R25 ベータとかなんかね、そういうのもあったんですけど、ちょっとなんか違うなと思って、はいはい、いや、漢字の芯つけてやろうって言って、はいはい、まあ、結構インパクトを持って世の中に出していきたいっていうので、うん、なんかそういう感じで始めましたね。はい、ありがとうございます。はい、で、結構私、新 R25 さんの企画で、はい、やっぱりこう、ビジネス YouTube チャンネルのところで、はい、なんか結構、なんかマコナリさんであったりとか、はい、サラザメさんとか、はい、結構話されてるやつも見て、うん、企画も大好きだったんですけども、うん、なんか渡辺さんから見た今のこのビジネス YouTube チャンネルのなんか現状とか、はい、なんか今後こうなっていくんだろうとか、はい、なんかどんな感じなんでしょうか。いや、どうなんでしょうね。なんか結構ビジネス系の方でも YouTube 主戦場に選んでる方とか、はい、それこそ メディアとかって多いじゃないですか、はいはい、でその媒体としてはそのYouTube 行ったことだなっていうのもあって、はい、YouTube で勝負してるっていうのもあると思うんですよね、はい、でなんかその YouTube ってこう思ってるより多分吉岡さんもねやられててその登録者とかの数とかそういうので例えば本当に、まあ、1万とか数万ぐらいのチャンネルでも多分 YouTube やってると、はい、YouTube 見てますっていうふうに言われることが相当多いと思うんですよ、はい、そうですね、はい、でなんていうのかな数字以上にその深く見てもらって、はい、コンテンツが届いてるなっていう感覚があるじゃないですか、はい、うん、だからなんかねこういろんなチャンネルの中で特にビジネス系だったら YouTube 一択みたいになっちゃってるなと思うんですよ、はい、その影響力を及ぼすとか、うん、そう思います、ファンを集めるっていう、はい、だからもうそれでやってるっていうのに近くて、ただ例えば我々ビジネスやってる立場からすると YouTube 上だけでなんかビジネスを成立させるのは相当難易度が高いと思ってて、 YouTube がある意味顔になって、はい、その認知を取ったり知られるっていう場所としては使いながら、はい、まあ、ビジネスモデルをやっぱりそこにどううまく絡めたものを作るかっていうのがポイントなんじゃないかなって思って、はい、それこそ見ていただいた動画も、うん、僕とサラタメさんとマコさんで話したりやつもやっぱそういう話になったじゃないですか、はい、なんでニッチ領域でなんだかんだ不動産でマネタイズするとか、そうですそうです、なんかそのある種チラシみたいな集客エンジンだと思うので、はいはい、別途マネタイズエンジンを搭載できるかどうか、そうですそうです、はい、でそこが YouTubeの発信と相性がいい形のものをどう設計するかっていうのが、まあ、ポイントにはなってくるだろうな。で、それがない形で突っ込んでくると、はい、
まあ、かなり難しいです。はい、はい、そうですよね。それで何百万、200万、300万登録みたいな相当難しいんで、はい、そこがポイントですよね。あのバディカルの中野さんとかだって多分あれ相当実ビジネスに影響あの還元されてるはずなんですよ、はいはい、そこがポイントでしょうね、うん、確かに。なんで私自身もあのビジネスオタクチャンネルなんかやっぱり自分自身の認知拡大と、はい、まあ、今日まさに行きもウィルゲート M&A でタクシー広告を見ていただいたところで、うん、はいはいはい、今ウィルゲートは M&A 事業結構頑張ってるので、はいはい、でいるんですよ YouTube 見てなんか M&A 相談したいですって。いや、そうですよね、はい、でこれもかなりの数来てるので、はい、僕としてはもう少しでもなんていうんですか顔と名前を覚えてもらえれば、うん、それで OK みたいな。そうですよね。でさっきこ の, あのビジオットチャンネルのこう裏側聞きましたけど多分には伝えきれないと思いますけど、はい、ああこうなってるんだっていう設計だったじゃないですか、はいはいはい、あれがないとまずねそのモチベーション的にも続かなくなってくると思うんですよ、はい、何も設計されてないと、はい、やばいまだ数百登録だとかってなってくると、はい、モチベが切れると思うんですよ、はい、で設計されてると続けるエンジンになってくるんで、はい、そうするとやっぱ続けていくと伸びていくこともあるじゃないですか、はい、だからその続けられるだけのなんか後ろに設計があるかどうかがそういう意味で大事になるかなと思いますね、はいはい、なのであのビジョンネスオタクチャンネルでいくと割とオーガニック再生だけじゃなくて、はい、自分たちでお金払って、はい、再生回数担保したりしてるんで、はい、あそれでもすごいいいと思います ですね。で意外にその自分たちでお金払った再生させるコストもそんなに高くないんで、うんうん、なんでやっぱりこうゲストの方に、まあ、今ちょっと YouTube チャンネル立ち上げようとしてる人にはちょっと、はい、あの酷な話かもしれないですけど、はい、僕やっぱよくあの YouTube チャンネルに出てくれって言われるんですけど、うんうん、出ても出来たてのチャンネルなんで、はいはい、オーガニック再生100回とかになるんで、わざわざゲストの方に来ていただいて、はい、100回しか再生されないとなんかね悲しい感じじゃないですか、はいはい、なんで、ビジネスオタクチャンネルとかだともう広告で一定再生回数担保するみたいな形でやってますか、ね、でもあのちょっと細かい話になっちゃいますけどいわゆるあのインストリームの YouTube の広告とかって、はい、あれ動画出してもまあ一定の秒数以上は課金対象にならないわけじゃないですか、はいはい、だからそういう仕組みになってるんで、あのそんなに無駄なコストかからずに、あ、そうですよね、はい、集客とか再生回数集められるし、うん、まあ俺あれやってないんですけど最近だとあの動画を広告で出すときにあのチャンネル登録を増やすようなあのボタンが出てくるような、はい、ああいう出稿の仕方があって、はい、まあ、ピボットさんとかあれで多分かなり増やしてると思うんですけど、あ、そうなんですか、ちょっとそこ勉強になります。あ、そう、はい、だからそれとかでやれば結構チャンネル登録を増やすことも、はい、あのもちろんコンテンツありきですよね、はい、コンテンツありきで増やすんですけどそういうパターンも増えてきたんで、はい、確かに意外とあの広告をうまく使うパターンもあるかもしれないですよね、はい、利用させるに、はい、で本当に最近もうテレビかなり見なくなったなって感じで、うん、なんで僕は空き時間は、今3人子供いるんですけれども、はいはい、やっぱりこう皿洗ったりとか、うん、ゴミ捨ててる間なんか常になんか聞いときたい。いや、めちゃくちゃわかりますあれ暇なんですよね、あの時間いや、めちゃくちゃわかる。僕も料理するんですけど常に聞きながらやってますもん。でしかも慣れてくると2倍再生とかでもいけるじゃないですか、はいはい、でも2倍再生で聞いてると、はい、かなり濃い時間になるというか、はい、結構勉強できるな。わかります。だから僕らからしたら逆に短尺困りますよね、はい、あ、そうなんです。もう長尺が欲しいので、あ、長尺、はい、ちょっと車あの運転してる時とか片耳ですけども、うんうん、はい、あの確かに短いとだって運転中になんかこう切り替えられるので、いや、そう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 、はい、なんでもうこうあっちゃんのなんか1時間ぐらいまさに全く同じです、はい、倍速の30分同じ。僕もあの 庭掃除しながら、はい、庭 の, あの木を切りながら聞いてますもん、はいはい、あっちゃんとか、はい、と思うと相当こうエンドユーザーの時間とか、はい、あの取っていけるんで、はい、そういう意味だと本当にもう YouTube 一択だなっていうですね。ただまあ分かりやすい指標、チャンネル登録者数とか再生数を伸ばすっていうのはこれ相当難易度が高くなってるのは間違いないので、はいはい、まあ、なんかそこが派手にこう10万再生20万再生とかいかなくても何か成り立つような設計ありきで始めるのがまあすごくいいと思いますね、はい。でもやっぱり企業の YouTube チャンネルってむちゃくちゃ増えてきてると思うんですけども、はい、なんか例えば M&A の会社が、うん、まあ、M&A に特化したチャンネルを始めるみたいなのがいいと思うんですけども、はい、なんか結構今相当皆さん立ち上げてきてるんで、そう、ね、なんか昔はいわゆるニッチみたいな感じで立ち上げれば一定ファンつくみたいなことあったんですけど、はい、もう面白いチャンネルも大量にあるんで、はい、僕もなんか見たいやつが大量にあるんで、うん、あんまりなんかこう新チャンネルができても、うん、深夜 R25 とか、なんかあっちゃんの、中田のあっちゃんですとか、うん、もう見るやつ決まってるんで、はい、新規参入しんどいのかな。相当しんどいですよね。ただそれってどうなのかっていうのは僕もちょっと議論したいテーマではあって、はいはい、なんかこうそれこそそんなに手応えなくてやってらっしゃる企業さんも多いんじゃないかなと 思うんですよ。そうですね。で僕ね、感覚的にはでも中途半端にやっても相当きついなと思ってるんで、はい、やっぱ社長さんが出たりとか、はい、その企業の要人がちゃんと出て、はい、まあ腹決めてやんない限りは、はい、そう難しいんじゃないかなというふうに思います ね、はい、そうですよね、はい、なんで
あのビジネスオタクチャンネルでいくと、あのやっぱ三社共同運営だから耐えられてるなっていうところがあって、はいはい、なんで私がまあ演者として出て、うん、あとゲストの方に声かけて、はいはい、エキュービックさんが YouTube の運営、うんうん、まあ、サムネイル作ったりとか、うん、はい、でフラッグさんが編集とかやってくださるので、うん、で僕もあのこれ役員会とかにこれやりますって出すときに、うんうん、あのもう渡すだけでやりますみたいな、はいはい、他のところは得意なところをやるんで、うん、はい、ウィリゲートの社員のリソース割かなくてもできますというところが結構決め手になって、はいはいはい、あ、じゃあ吉岡の月5時間から10時間でできるんだったらどうぞどうぞみたいな感じだったんですけど、これを結構お金かけて、いや、月々、50万円お願いしますみたいな感じだと立ち上げられなかったなっていう感じだったので、なんでそういう意味でなんかお互い得意なことで役割分担して、はい、金銭的な負担を下げてやれた、うんうん、そのパターンは確かになかなか聞いたことなかったので、はい、まあ、設計されてるなと思いましたし、あの動画の制作をこうサポートしてくれる会社がいらっしゃるじゃないですか、はい、今までそのオンドメディアって、まあ、いわゆるライティングできれば運営できたのが、はい、ちょっと YouTube になってくると、はい、じゃあ、はい、動画の制作スキルが必要になってくるので、結構動画に強い人がなあの企業の中にいなきゃいけなくなって、結構その世界線が今後来るのかなっていう気がしますね、はい、じゃあ外注だけも厳しいんで、はい、ちゃんと中で分かってるディレクターがきついんで、はい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 、それをどこまで企業が本気でやれるかっていう。なんでその動画のプロフェッショナル的な人が中に一人いるかいないか、はいはい、そういったところは結構大事。そう、それともう代表に近い方が本当に腹筋と自分で演者になって出れるかっていう、うんうん、それなしだと多分相当きついと思います、うん、ありがとうございます、はい、で今日渡辺さんのところにお伺いしたかったのが、うん、やっぱ CR25 とか出ててもやっぱむちゃくちゃ大物の方、はいはい、あのまあ、時には藤田さん、はい、あとホリエモンとか、はい、もう面白い人が次々出てくる中で、うん、編集者としてなんかインタビューするにあたって心がけてることとか大切にしてることをぜひお伺いしたいな。はい、それなんかあの事前にお伺いして、僕も多分ね、あげればきれないなと思ったんですけどまあ3つぐらいもし選ぶとしたらっていうのをちょっと考えてきたんですけど、はい、なんか一番思想としてまず大事にしてるのは、僕らですよね、これ僕とか CR25 の思想なんですけど、はい、例えば動画作るときに関係者がいっぱいいらっしゃる、いっぱいいて、はい、で、まあ、ただ代表的なのは、例えばこの出ていただくその演者の方、出演者の方と、あとじゃあ視聴者っているんですけど、はい、僕らもともと出演者ファーストでやってきたところがあって、あ、出演者ファースト、そうです、はい、視聴者ではなくて、はい、あの申し訳ないですけど、はい、っていう思想が強いんですよ、はい、でそこはでも結構なんか根っこの考えとしては強くて、はい、あとは独特だなって自分たちは思ってるんですけど、あの今ってやっぱこの時代なんで、はい、いろんなその個の強い個人とか影響力のある個人を味方につけてメディア運営していくことが必要だなって初めに思ったんですよ、はい、でそうなってくるとやっぱりこの人たちに喜んでもらうっていうのを一番に考える、はい、で企画も考えるし、視聴者のためにはなるけど、この人たちをねちょっとこう、まあ、否定するようなことだったりっていうことは絶対にしないですし、はい、どっちかって言えばまずは出演者の方に喜んでもらうっていうのを第一に置いてて、はい、ただでもそのためには絶対に再生回らなきゃいけないし、はい、あの記事も PV がないといけないっていうのは当然あるんで、はい、最終的には視聴者に喜んでもらわなきゃいけないんですけど、はい、でも頭の中ではやっぱね、出演者の方っていうのがファーストでやってるので、例えば出演者の方がなんか本出すとかプロモーションしたいって時に、あ、それやりますと、はい、ただ視聴者の方とかにも喜んでもらえるような企画にするのはこういうのがいいかな、はい、みたいなのを、はい、後から考えてるんですよ。でそうやって味方をガーッと増やしながらメディアとして広げてきて、はい、で YouTube 立ち上げる時もそのなんかこうネットワークをごそっと持ってきて YouTube に入ったんで、まあ、初動が良かったりとか、あと広告の企画でいろんな人に出ていただけるっていうのもそのなんかリレーションがあったんで、はい、だからなんか吉岡さんね、まさにこうリレーションの達人だと思うんですけど、なんかメディアとしての人脈みたいなところをすごい大事にしてるっていうのが一つですかね。だから企画にもそれが反映されてると思うんです、はい、が一つかなと思ってます。ちなみにあのなかなか、出演者の人のウィンが、うん、思いついたとしても、うん、それがこう視聴者の方にとってさらにこう面白くするのかって、うん、むちゃくちゃ難しくない、まあ、そうですね。だからそれに関連するところで2つ目なんですけど、やっぱり我々はインタビューメディアじゃないですか、はい、で何のテーマでインタビューするかっていうこの輝く一つの軸を絶対に作るようにしてて、はい、でそれがすごい大事なんですよ、はい、でそれは例えば出演者の方のウィン、はい、視聴者のウィン、でなんなら広告だったら、クライアントのウィンっていうのをなんか全部満たせる一個の筋が絶対あるんですよ、はい、そうあこのベン図みたいな、そうです、そうです、そうなるところ、そうです、そうです、でここを絶対見つけてインタビューもそこに基本的にフォーカスしてやっていくっていうのを決めてて、はい、でこれがただなんかね、その企画の解像度を上げるのが必要で、あんまりこうふわっとした企画にならないように結構こう解像度を落としていくっていうのが必要で、はい、あの結構テーマを狭くしたりとかするのが必要なんで、はい、そこめっちゃこだわっ
ってまして、でも僕なんかそうやって人を見て、この人と視聴者、この人のユニットと視聴者のユニットっていうので、どの企画にしようかなみたいな考えるの好きなんですよね。はい、だから、吉岡さんだったら、なんかたくさんの出会いをビジネスに変えるコツみたいなテーマがいいと僕は思ったりするんですけど、そういうなんか、吉岡さんが腕まくりして語りたくなっちゃうテーマで、かつ視聴者も、多くの視聴者が知りたくなるものをこう見つけて、もうそこだけを聞いていくんですよ。他はもう聞かないっていうか、ガーッとそこに掘っていくみたいな、そのポイントを見つけるのはめちゃくちゃ頑張ってますね。そこってこの、まさにこの3つが重なる点みたいなところは、割とシンプルで、もう1個ぐらいで集約されるのか、その中でもなんか3個ぐらい出てきて、どれにしようかなっていうふうなこともある。まあ、我々同じ人に何回かインタビューしてるんで、いくつかもちろんあるんですけど、その1回インタビューするときは、基本的にそこにグッとフォーカスしていくんで、ここだから、考え抜かずにインタビューしちゃうと、なんとなくふわっとしちゃう。ああ、なんで、ちょっとテーマがちっちゃうみたいな。そうです。そう、ちっちゃうとか、まあ、この人はすごい話したいかもしれないけど、ユーザーからは聞き飽きてるよとか、はい。はい。で、視聴者からしたら聞きたいテーマかもしれないんだけど、この人からしたらそんなに乗り気じゃないものだったり、はい、それ両方ダメなんで、はい、絶対にそこがこう重なる部分を、もう事前準備で決めきるっていうことがすごい大事なんで、はい、その軸を作るってのは一個ですかね。はい、ちなみに、少し、事前になんか、壁打ちするというか、なんか、ある程度、その感触を確認するっていうのをするのか、もう割と、バッと出した。あ、でも取材するときにこのテーマでやらせてくださいって言ってるので、もしそこでなんか、出演者の方に違和感あれば、一往復ぐらいあるかもしれないですよね。はいはい、だから一応、その、テーマ当てとセットで取材打診はしてるんで、うん、一応やってますね。うん、では2個目。はい、あと、今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければなるべくおつなぎできるようにいたします。